はい、どうもヤスです。それではドラケテンサーブ実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回は魔物使いとしてのミッション、ホイミスライムを捕まえてということでね、アンルシアさんとともにこれから王家の迷宮動画としてもね上げていきたいと思ってるんですけども、それをやる際にね必ず必要になってくるということでね、やっていきたいと思います。で、今回は魔物使いになってるんですが、ちょっと装備がね、両手剣があるんだけど、レベル50から装備可能なんで、ちょっとね、もうちょい上げてからということなんですが、まあ、今回は軽くね、スカウトアタックということで初めてね、こう、モンスターを仲間にする瞬間をね、一緒に見ていただければと。で、まあ、分数は短いとは思うが、楽しんでね、やっていきましょう。さあ、ホイミスライム、こいつや。こいつを相棒にしたいのでスカウトアタックをすると、いやふざけんなよ今の見なかったことにしよう。さあ行くぞ。まずはスカウトアタック、オッケー。スカウトに失敗してる。あれ、こんな感じでやるもんじゃないの。もう一回やる。ほい、難しくない。あれ、殺しちゃいけないのかな、一発目で。そんなことないと思うんだけど。ちょっと待って、これまずい。どうしよう。待ってね。あれ、何にも装備してないんだけど、それでもこれじゃダメなのか。お願いします。来ないか。スカウトむずくね。ちょっとこれ成功す待ってください、言葉にならない。詰まっちゃう。嘘だろ。ダメ？これめっちゃ難しいじゃん。あれ、装備とか強くしちゃいけないの？もしかして。一発前に倒さないようにした方がいいのかな？気がするけど、もう一回やってみる。いかないか。これでも殺しちゃいけないのか、一発目で。むずい。ちょっと待って、これさ、めちゃんこ難しいんだけど。来た。やったー、やったよ。ちょっとカットした。なんでかっていうと、相当にね、出なくてさ。はい。
名前何にしよっか。何するのがいいと思う名前、妹の名前が何だったっけ、覚えてないけど、ちょっと待って、これどうやって、あ、これか、何にしよっか。ホイミスライオンなんでしょ、これ。なんだろう、ネーミングセンスが問われる。ホイミスライムだから、ホイミンとかあったら喧嘩売られてるよねなんだろう、ホイミスライムでしょ、難しいな。すっげえ悩むな、こういう時。何にしよっか。いいじゃん、ホイミンで。何が悪いんだ、ホイミンの。よしよしよしまあこんな感じで、ね、こう裸になってるって、まあこれはなんで裸になったかっていうのはあのカットしたその間でいろんなことがあったんですよ。あのスカウトアタック一発で倒しちゃったからいけないんじゃないかってことで全部あの外したりとか、まあいろいろ苦労を重ねた結果でした。はい、なかなか捕まんないんだね、といったところです。それではね、いつもですよ、チャンネル登録、コメント評価、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。